14日、中央公民館で今治民謡民舞大会が開かれ、出演者が全国各地に伝わる踊りや歌を披露しました。この日はオープニングとして、今治城築城時から歌い継がれる盆踊り歌、木山音頭に合わせて、木山音頭保存会のメンバーが熟練のステージを披露し、大会が幕を開きました。この今治民謡民舞大会は、日本各地の伝統や風習、郷土の魅力を伝えるとともに、参加者の健康増進を図ろうと、今治民謡民舞協会が毎年開いているものです。40回目の節目を迎えた今回は、市内6団体の30代から60代まで、合わせておよそ100人が出演しました。そして、北は北海道、南は鹿児島まで、全国各地に伝わる歌や踊りを披露しました。そのうち渡辺三弦会は、津軽三味線合奏2019と秋田県民謡の秋田音頭を器楽演奏で発表しました。出演した人たちは、津軽三味線独特の軽快なテンポで奏でる力強い音色と、すり鐘、太鼓といった鳴り物、それに歌声を響かせ、生き生きとしたステージを繰り広げていました。また、今治清水民謡会は、山形県の花笠音頭や、福島県の原釜大漁祝い歌など、8つの演目を披露しました。揃いの衣装で華やかに、またしなやかな所作で日本の伝統美を表現していました。このほかにも出演した人たちは、声高らかに歌ったり、伝統の旋律に合わせた円熟の舞を見せたりと、日頃の活動の成果をステージで存分に披露し、客席からは大きな拍手が送られていました。なお、今治民謡民舞協会は、この大会を通して、市民に広く民謡や民舞に親しんでもらいたいと話していて、興味がある人はどなたでも気軽に参加してほしいと呼びかけています。